そうだから優しくしようかなって思います。嘘くさいって言われた。え？なんで？あ、そう、こういうのとかもね なんでとかじゃなくて優しくね、優しくいきたいなって思います。今日は自分には優しさが足りないなって思ったので、ちょっと今日は改善していこうかなと。服ありがとうございます。そう、これモコモコなのに半袖なの モコモコなのに半袖なんですよ。かわいい、ありがとうございます。ギフト、ありがとうございます。ハートありがとうございます。わ、だからね、ハートありがとうございますみたいなとか 踊りたい、めちゃくちゃ踊りたい。なんかね、今日一日何してたかっていうと、服が本当にないから服買わなきゃと思ってネットで服を見てたの。で、ネットで服を買う時って絶対になんかレビューとかを探すんですけど、なんかそれやってたら1日過ぎてて、結局何も買ってないし、そんな1日。ハートいっぱいありがとうございます。アイドルみたいだって。アイドルなんですよ いつもコメント読んでくれないけど、だって読んでるよ、いつも読んでるよ。みきちゃんの返信怖いって言われてた。え、あんなに愛のあるリプ返をしたのに。前髪がさ、伸びてきてさ、伸ばそうか迷うんだよね。あ、お昼大富豪対戦ありがとう。こちらこそ。私今日2回だけ大富豪したんですよ。だからその貴重な6人の1人。服ないの。だから探して本当に買わなきゃと思ってネットで見てたんですけど、結局買えなくて。ハートありがとうございます。マウジ可愛いよね。あれお気に入りです。マウジトレーナーでみんな持ってる。あれ友達もいっぱい持ってる。ハートいっぱいありがとうございます。何着買いましたか？0着 0着買いました。サイン会と手形会の服もないし、ピンチ。なんか冬服いっぱい買ったはずなのになぜかない。冬は私服の仕事が多かった。夏はね、去年の私服の仕事がなかったんですよ。冬は私服の仕事が多くて困りました。いつもよりかわしていい様してない、嬉しい。今日でもメイクがいい感じにできた気がする。あと優しいルームだからかな。緑のサイリウムありがとうございます。何歳ですか？20歳です。こっちも優しいコメントにします。お願いします。やっぱ一緒に優しくなりましょう。なんかね、マイナスなこと考えちゃうことが多いんですけど、こういう期間って。それで、なんで私のことを応援してくださる方優しいなと思って、私も優しく返したいなって思って自分だったら自分のことは幼いと思うから、みんな応援してくれてみんな優しいなと思って。夜中一人で考えてた。それ考えてたら眠れなくて
自分のね性格が嫌いだから顔も苦手なんですけど、ハートありがとうございます。そう、公演始まったら絶対パッツンに戻すと思うんですけど、だるまありがとうございます。何食べたらそんなに可愛くなれるんですか。芋けんぴをたくさん食べたので昨日で、昨日芋けんぴ食べすぎて反省して今日は少し控えました。だるまありがとうございます。サイン会在庫切れになってたって、ありがとうございます。とてもとても嬉しい、無事に販売できました。ありがとうございます。そう、なんか冬服は買ったのにないんですよね。だるまいっぱいありがとうございます。サイン会を見る服がありません。あ、なるほどね。で、見るだけならパジャマとかでもいいと思うんだけど、まあ、気合い入れてスーツとかもねありかなと。ネットでも服買いますか。ネットでしかほとんど買いません私は。でもネットで買うときは結構レビューを見たりしますね。失敗が多いので。服ありがとうございます。服ありがとうございますでも今日は起きるのがめちゃくちゃ遅くて12時に起きたので、あのギルドバトルで起きましたね。ギルドバトルの目覚ましで起きました。そう、昨日はめちゃくちゃ食べたからプラマイゼロ。芋けんぴってねめちゃくちゃ甘い。ハートありがとうございます。サイン会は平日だったはずです。7日です。可愛いからフォローしました。だってありがとうございますとか例えば、あ、まあこれ続けないんですけど、もうね感謝の気持ちがやっぱ伝わってないかなって思うのでそう、ネットでサイズ難しいんだよね。あ、なんだこれ、服ありがとうございます。遅刻しました。だってうわー、めっちゃ面白い話してたのに。他に気になるアイドルグループある？気になるというかイコラブさんとか好きです。実は好きです。だって実はありがとうございます。そう、寝起きでギルドバトル参加しました。だからベッドの上で参加してますね。月曜日だってサイン会手が高い。かりんとうは苦手ですね。多分あんま食べたことない。でもサイン会見れなくてもアーカイブがあるので、アーカイブで見てください。回線悪くてへこみ気味だって。ピエン、可愛くありがとうって言ってください。ありがとうとかねとかね。こんばんは、こんばんは。
そう、イコラブさんは女の方のファンが多いですね。なんか行ったことあるんですけど、現場に何回か。めちゃくちゃ多いです。 SK になる前に行ってました。 SK になってから全然情報も得てなくて。服ありがとうございます。に押しです。だっていつかじゃあ一押しになれるように頑張りたいと思います。有給取っちゃおう有給取っちゃおうって。もう手形は左で押したいと思います。前回と前々回は右手だったので左手で押したいと思います。なんかあ、のりみーさんも大好き。お渡し会、初めてのお渡し会みたいなやつに行きました。お話し会、何、お渡し会みたいなので初めてのイベントでなんかもらえました。直接本人からもらえるこれぐらいのカードをもらいました。めちゃくちゃ可愛かった。めちゃくちゃ可愛かったです。みおたんは右利きです。全部右利きです。右利き右利きです。くま、ありがとうございます。あ、月曜日は忙しいのかな。有給休暇、有給休暇っていうもの。アーカイブでブラボー、ありがとうございます。意外に現場派だったね。まあ、大阪で やってた時は行ってました。意外と地方は、地方というか遠征は1回しかしたことないです。そう、ぜひ左右コンプリートしてください。手が高い次は左手にします。左右で。今日の生誕イベントは見てなかったんですけど、アーカイブで見ようと思います。そう、東京に行きました、友達と東京で。そう、大阪でイベント多かったので、大阪と東京とどっか参加所が結構多かったので、あ、名古屋わかんないけど、だからミオは大阪行ってました。ハートいっぱいありがとうございます。サイン会よろしくです。呼び捨てでお願いします。了解です、了解です。両手ってことありえますか。両手にしちゃうとちょっと両手が塞がってしまうので、プライベートでやりたいと思います。そう、どっちも良きだと思うんですけど、私は公演派ですね。生誕祭、自分の時はってことです。ずっとフラッグ、最近みおちゃんにドハマりしてます、ありがとうございます公園いいよねツイートしたのでラブリツください、ラブリツください。本当は昨日ツイートしたかったんですけど、文章が思いつかなくて、なんか写真はね決めてたんですよ、今日載せたやつじゃないやつでも、なんか忘れてて、忘れててじゃない、文章思いつかなくて結局諦めちゃった。どうしよう、今もその画像がツイートできずにあるんだけど。足型会はちょっとありません。足はね結構大きいじゃないですか、手より多分、知らんけど。
だからちょっと大変じゃないですかね。そう、振り袖でユニバ行きました。最近は踊ったりしてる。最近全然踊ってなくてピエンって感じです。エイミーの新作買いましたか？ちょっと買えないかですね。買えないですね。結構服とかも安いやつを買うので買えなかったです。お花が可愛かったです。ありがとうございます。なんか文字なしでも載せようと思ったけど、今日のツイートが文字なしだから、うん、どうしようと思って、文字なしが続いちゃうなとかいろいろ考えて昨日はやめてしまいました。あとなんか再販の虹なんとかのあれもあったので、緑のサイリウムありがとう。今日のツイート、七五三のやつかわちかったよ、だって。七五三のやつそう、私じゃないですね。今日はセブ活してないですね。今日はちょっと行けなかったです、セブンイレブンに。そう、黄色にしてよかった、振袖。インスタはもう投稿するやつ2つ決めてるんですけどちょっといろいろ待ってます。どうしようかなって。ドライグのメッセージ読んでます。フォトブックのおすすめ衣装は、うーん、未来とはとかめっちゃ可愛いなって思いました。でも全部可愛くて、赤いやつもいいですよね。チュリさんの卒コンの時、インスタいいね、ありがとう、だって。全然今の小枝パン知ってますか？あ、見ました、見ました、情報だけチェックしました。ひよってるの、だっていねえよなっつって、待たせるのよそんなに、すいません。ちょっとなんか投稿はあと今2つ決まってるんですけど、するやつでもなんかちょっといろいろ優柔不断なとこが出ちゃっててツイッターもそうなんですけど、優柔不断なとこがちょっと出すぎていますね。質問箱お願いします。やろうと思った。めちゃくちゃ時間なくて、あ、時間あってめちゃくちゃ時間あって質問箱やろうかなって思って、でも最近やったしなとか思って、優柔不断が出てやめてしまいましたそんな感じですね。投稿が楽しみで夜しか眠れない。夜寝れるなら大丈夫だと思います。正常正常です。なんかずっと優柔不断してて SNS、 なんかこれのせよって決めて眠って起きたらでもやっぱりなみたいなのがちょっと続きすぎて、でもめちゃくちゃ見てますね。どうしようって画像をめちゃくちゃ見てる。あ、選べるフォトブック購入しました、ありがとうございます。あれ気になってた、選べるフォトブック明日までか今日までだと思うのでチェックしてみてください。なんか自分で作れるんだって。だからね、タン推しの人も最高だし DD の人も最高だよね。初写真集私の買ってください。あ、買ってくださいじゃない、チェックしてみてください。 OK、 755も更新してだって、まずないのよ、自分のやつまず持ってないのよ。こんばんは、
こんばんは。そう、なぜ迷うのかなって思うでしょ。そう、なぜかというと優柔不断だからです。最近ブログをたくさん更新してます。本当はあのブログが個人ブログになった時に、まあ、1週間に1回投稿にしようって思ってたんですけど、なんか最近やってます。公演がね、再開されるまですごく時間あるので、なんか SNS とかブログとか頑張りたいなって思いますね。振り袖の全身写真もあるんですけど、メールかブログに送りたいと思います。題名？何の題名？アメブロってどうなりました？それミキちゃんと喋ってたんですけど、アメブロってどうなったんですか？前は研究生だったから全部マネージャーさんにやってもらってたんですけど、あの昇格してからどうなったんですかね。でもやり方教えてもらってなくて、ちょうどミキちゃんと今日ちょうど喋ってた。ググタス更新待ってます。ないのよ。ブログのハッシュタグはずっと変わらず、カワチータのシミオブログなので、とそのままです。そう、曜日のモバメはメンバーとの写真にしてます。1通目はメンバーとのツーショットにしてるんですけど、なくなっちゃったらどうしようって汗汗って感じですね。フォトブックはチェック済みですが購入するか迷ってます。だって、でもやっぱり自分だけのフォトブックはすごくいいなって思います。迷うよね。でも迷っちゃうよね。メンバーたくさんショールームやってるけど見るのはここだ。ありがとうございます。選ばれし者、ハートありがとうございます。ハッシュタグ恥ずかしくてツイートできないな。大丈夫、意外と見てないから大丈夫。周りがね、私は見てますけど。5000人フォロワー記念なんかするんですか。何がいいですか。何がいいですかね。ハートありがとうございます。たまに間違った曜日教えられます。まあみんなを試してるんですよ。気づくかなっていう。遅かったの気づきませんでした。いつもツーショットです。1つ目は先輩メンバーとのツーショット見たい。ある分には載せてますね。ないってことですね。じゃあハートありがとうございます。ミオの一言で購入決めてたら迷うのよねで終わっちゃったって。まあでも可愛い、いっぱい可愛いミオタンがいるからおすすめではありますよね。で迷うよね。ミオはね、でもね、そのなんか写真集みたいなやつあるじゃないですか。今しか買えないじゃん。まあ全部そうなんだけど。だからミオは迷ったらグッズ系はね、迷ったら買います。迷って買わなかったことはない。ハッシュタグつけなくても見てくれるから。ハッシュタグつけたやつしか見てないよ。あなたは可愛いです。だってありがとうございます。心に刻みます。かわちい楽しいか、楽しいかわちいかで迷う。だって、覚えるしかないですね。それはもう覚えるしかないですね。かわちいからです。メールの写真でフォトブック作ったらって思っちゃうから。でも
フォトブックの写真は生写真とかの撮影でちゃんと撮った写真じゃないですか。だからねえ、いい写真ですよ。やっぱカメラマンさんに撮ってもらってるし、ちゃんと白いね、光とかも浴びながら撮ってる写真なの。うん、迷ったら買うがおすすめですけどね、私は。後で買おうって思ったら買えないから。ランダム写真よりお得感あります。お、いいこと言う。そう、そうなんですよ。ランダムの生写真よりはめちゃくちゃお得感あると思います。どうですか。ミオタンはカワチーからカワチーが先だね。だそうです。カワチー楽しみよブログの覚え方はカワチー、カワチーからカワチーが先です。そうです。カワチー楽しい。今更聞けない。カワチーって何ですか。かわいいの、かわいいの一個上です。カワチーはハートいっぱいありがとうございます。ハートいっぱいありがとうございます。あ、クラップ T シャツ買わずに失敗しましたね。だからやっぱ迷ったら、まあ、購入するのがおすすめですよね。なんてボヘミアン好きなんですよね。私ちょうど MV 見てた、まあ、先月ぐらいの話なんですけど、MV 見てた、 YouTube に載ってたので、公式さんが少しだけ惜しくなった。ちょ、まだまだ足りないみたいですね。ハットいっぱいありがとうございます。スクショタイム。カワチーの上はかわいいです。かわいい。カワチーの上はかわいい。ほんとだ。ミーミキでも作れるよ。フォトブック。ユキ最初のクリアファイル買ってよかった。あれですよね。漏れてないクリアファイル。でもめちゃくちゃ思い出。11人のグッズって結構少ないので。少ないというか、むしろその時期だけ。そのクリアファイルと、あ、でもあのクリアファイルも11人だった。あれ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 、意外にマンゴーの一生11人だったですよね。だったですよね。11人だったですよね。ボヘミアン好きなの押せる。好きです。あれ缶バッジ10個買ったけど西さん来てくれなかった。あれ10個って10期10全員分なのに、なんでですかね。なんでだろう。ハートありがとうございます。やっぱ気合、あと気合が足りなかったかな。なんかさ、あれ見て思うけどさ、 MVなんか本当にアンダーガールズのメンバーの皆さんが豪華すぎて何回も戻してみちゃう。ハートありがとうございます。フォトブック今日までだって。ハートありがとうございます。あ、明日までだって。すぐ信じちゃう。明日までです。自分のグッズは結構持ってて、でも全部大阪にあります。自分のグッズは親が欲しがるので。自分のグッズで一番のお気に入りは、なんだろう。なんかミクルにも言われたけど、なんかミオがビジュイって自分で言ってる時ないよねっていう話をしてた。いつもミオ写真撮るときも漏れないって言ってるし、常に漏れないって言ってるから、なんだろうね、生誕グッズですかね。
グッズまだ届いてないなって。田舎説出るよ。ハートありがとうございます。アンガールズじゃない、ダー抜けちゃってる。アンダーガールズね。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、実家にアクリルスタンドがあります。チケホール気に入ってます。あー、いいですよね。まだ1回しかチケットホルダーになったことないので、私でも肌が黄色いのがちょっと肌が黄色いのがちょっとあれですけど、でもまあ可愛いですよね。色もなんかあの頃の君を見つけたっぽい色味でめちゃくちゃ可愛い。ミオはどれだけ疲れててもあぐらかかないってミキちゃんが話してる。体硬いからできないだけですね。そう、肌がね黄色いのがねちょっと気になるところなんですけど、アクスタいいですよね。アクスタ好きですよ。エマ気に入ってます。あー、エマもいいですね。年末の年始のグッズ。キホル持って行ったら漏れてないやつって言われた。そう、本当に漏れてないんだよね。みんな器用だね。ミキちゃんの配信を見ながらミオの配信を見るっていう。小麦色だった。テン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 。かけるけどね、あぐらできるんだけどね、全然。パパの携帯の待ち受けは知らないですね。でも多分初期設定のままっぽい。初期設定顔初期設定顔です。肌おけあする麦、あれ小麦色した君も好きだけど、肌をケアする、怪我する、麦は何も好き。でもね、体は柔らかくなったんですよ、最初の時より。みんなに、みんなでというかケツのメンバーに見てって言って、柔らかくなったりしようって話してた。そうだねって。待ち受けにおすすめのカワチミヨタンの写メ待ってます。やっぱ今は振袖の写真とか映えるんじゃないですか、待ち受けにした。ダンス上手って言ってるなって嬉しい。倒しなので一窓、なんていうもの、一窓です。キリありがとうございます。キリ、え、わかんない。正座を崩した感じで座ってないけどなわかんないです。なんか意識してないからわからない。いやいや、気を使ってるんじゃないんですよ。本当に柔らかくなったんです、最初よりは。ハートの前撮った写真待ち受けにします。嬉しい。あれインスタっぽくない、あの写真。お気に入りです。めちゃくちゃお気に入りです。振り袖の写真待ち受けにした七五三って同僚に言われた。言われないでしょ、夢ですよそれ。言われないでしょ。体硬いのはダントツにひいさん。そうでもないと思います。最近は体育座りはしんどいですね。昔からなんか後ろに
行きたくなっちゃう。体育座りしてたらなんかわかりますか？なんか全然できるんですけど硬すぎてなんか後ろに行きたくなっちゃう。体育座りしてると。日々成長してるねだって。ありがとう、優しいコメント。なんかわかりますか？体育座りして、あーなんか後ろに行きたくなっちゃう。だから後ろにゴロンってやりたくなっちゃうんですよ。わかります。さすがに3歳じゃなくて7歳に見えるから大丈夫。それはそう、それはそう。体育座りのまま、まあ、転がったりはしないですけど、ちょっと行きたくはなりますね、後ろに。背中支えます。優しいでしょ。まあ、支えてくれた時には優しいなと思いますけど。肌をケアする。石津が飛び箱運んだ時、運んだ時できた傷が今でもあるらしい。だってどんな運び方。遅刻しました。めちゃめちゃ面白い話たくさんしました。どういうこと、ダンス配信。困ってる。困ることある。配信見よう。やり方教えてくれ。やり方もないよ別に。普通にカラオケで流すだけ音。こんばんは、こんばんは。あ、優しく、優しい配信なのに面白い話してたとか言っちゃった。言い直そう。遅刻しました。今日もお疲れ様。どうですか。20分前に起きました。だってやば。エアポッド使えない。あーそれね、もともとエアポッド対応してないからさ、ショールームって。だからもう普通のイヤホンでやるしかか、何回かつなぎ直したらできるよ。さっきのはカットで。さっきのはカットで。本当に本当はいや優しいんだよっていう。コップは効果なかったです。多分ないのと一緒ぐらいだ。肌をケアする。あ、いた。8時半からダンスしますって言ってる人いる。お花束ありがとうございます。いや花束の絵文字好きなんですよ実は。あ、やっぱ音流しちゃった。あ、私のファンの方がいる。アシリラシート、初めて使ってみたんですよ。アシリラでした。いいじゃんポニーテール。麦わら帽子まで歌わないの優しくない。歌ってなかった。みよめちゃくちゃ無意識でもね、音聞いてないからみきちゃんがなんて言ってるか全然わかんないんだけどね。監視怖いよ。監視じゃない。お
たまたまだお、たまたまだお。あ、黒みの服着てる。このねパーカー欲しかったんですけど、あれだったんですよ、一つしかいただけなくて。普通なんですけど、まあ、いただけることが異常なんですけど、それで充電器をもらいました。私みきちゃんポニーテールなの見に行かなきゃだって。あ、さっき優しくしたのを返してもらわなきゃダメですね。みきちゃんの壇上にいますとかめっちゃ正直やん、ほんまやん。そうで、パーカーかモバイルバッテリーか一生悩んでたんですよ。一生悩んでモバイルバッテリーにした。コメしてあげてだって。でも違うんですよね、こっちアカウントログインどっちかしかできなくて、だからコメントはできないんですよ。西井さんとダンスコラボしましょうって言ってる人いるんだけど、やんないわよ、やらないわよ。モバイルバッテリーめちゃくちゃいい、結構マジで。モバイルバッテリーおすすめです。頑張れって応援だけしてすぐ戻ってきたから、優しくしてください。優しいですね、頑張れだけ言いに行くなんて。あ、できたの、よきよき。そう、クロミちゃんの充電器です。そう、めちゃくちゃ使える。なんかミオは前コンビニのやつを使ってたんですけど、すぐなくなっちゃうからすぐ充電してみたいなやってたんですけど、容量めちゃくちゃ多いから全然2日いけます、使っても。パーカーの背中どうなってるか分かりますか？無地だったと思います、パーカーの背中。なんかここにあれが、黒みがついてるだけだった。黒みやっぱり友達、黒みがねついてるだけだったよ。でめちゃくちゃシンプルで良き、黒と白、あ、嘘、黒とグレー。みおたんありがとう、みきたんが感謝してるだって。ありがとうみおたんって言ってる。じゃあサーティワン買ってください。何もしてないんだけどね。そう、ミオ何もしてないんだけど。三角形の内角の和は何度ってあったよ、だって。何それ、180度とか。1回分は全然充電できる、余裕のよっちゃんです。え、可愛いよね、普通にめちゃくちゃ。クロミちゃんのやつだってあれだよ、あの詩人ジャンプとかしてるんだよ、衣装着てんだよ、かわいい。ソーラーバッテリーの友達じゃない、コメントに釣られた。ソーラーバッテリーのモバイルバッソーラーバッテリー付きのモバイルバッテリーってすごっ、太陽で反応するってこと。多くの10期配信の曰くに負けずにひいさんだけ見てます、ありがとう、めちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。今10期生めちゃくちゃ配信してて嬉しい。代引きもできるんですよ。そう、モバイルバッテリーめちゃくちゃいい。肌をケアする、ショールームを2人同時に見たことがないので分かんないんですけど、できるものなのかな。え、みきちゃんの部屋初めて見る。
え、めっちゃ CD みたいな置いてる。肌をケアする、麦わら、お家行ったことないです。誰もない、誰も行ったことないし、誰も入れたこともない。しぶきあげて、うん、追いかけっこしながら、砂の上で走り、覗かんといてよ、いらねえよって優しく優しく。なぜか初めて来るのは、あの、誰も来ません。この部屋には誰も来ません。追いかけっこしながら、砂の上へって走りにくくて、お風呂ね、お湯満杯になっちゃうことね、いっぱいあります。なんか携帯見てたらパンパンになってて、うわっと、優しい設定が崩壊してますね。そんなことないよ、みんないつもありがとうとかねとかね。え、すみっこ暮らし店やってんの？名古屋パルコでやってるんだって。すみこ暮らし店、砂の上走ったことありますか？あります。リカちゃんが酔ってきたら追い出します。でもなんかずっと不安に思ってたことは、リカちゃんがもし例えばお仕事で新幹線なくて帰れないってなった時に、もう最終もうホテルも無理とか、もしお金なくてとかさ、ホテル閉まっててとかなった時に、最終ここじゃないですか。どうしようって焦ってたけど、そんな事態は起きませんでした。そう、終電逃してリカちゃんがもし泣きながら、ねえミオタンとか言ってきたらどうしようってずっと思ってたんですけど、まあ、そんなことはなかった。もしそうなっちゃったら、どうしようかなってずっと考えてた。最終手段ね、ちなみにちなみにこの家が最終手段なんだけど、すみっこ暮らし弁当を買う勇気が出ません。買う方法教えるね、もし買えないって方がいたら。あの、娘がめちゃくちゃすみっこ暮らし好きなんですよねっていう、どうですか。まあ全然買っていいと思うけどね、だってねえ普通ですよ。ちょっとカードついてくるなぐらいですよ。だから、まあ、リカちゃんがもし来ることになったら、まあ、最終、靴を置いてるところ靴置いてるところかな。すみこ暮らし弁当の具は何が入ってるの？ミオが食べたやつはとんかつでした。でもなんかもう2種類あるらしくて、ミオが食べたやつはとんかつでした。美味しかった。嘘、ハンバーグだった。ちょっとあんま覚えてない。ハンバーグだったかもしれない。どっちかだった。ハンバーグだったかも。ハンバーグっぽいですね。ハンバーグだったかな。
多分ハンバーグ。どっちだったかな、忘れちゃったな。弁当一つで足りる、足ります。服ありがとうございます。カード当たりとかあるの？ないっぽい。なんか全部当たりっぽい。いいグループ。すみっこらし可愛いイメージならハンバーグであったし、ハンバーグだったかも。じゃあでもすみっこ暮らしにとんかつっていうキャラクターいるんですよ。それでとんかつ弁当だったらめちゃくちゃ面白くない？結婚してだって。ありがとうございます。今回は断らせていただきます。いつもありがとうございます。ハンバーグだったはず。でもなんか2種類あるんですよ。前気になって調べたら2種類で。服ありがとうございます。侍ナゲットパイってよく食べきれたね。余裕。あとポテトもいけるレベルだった。そう、書き忘れたんだけど、ナゲットね、新しいナゲットがあって、それ食べた。ケータリングのお菓子とか持ち帰ったことあるよ。なんか優しくて、結構マネージャーさんも一人暮らしだよねとか言ってくださったりする。優しくない？だって断り方が優しかったと思うんですけど、今回はご縁がなかったということで。とんかつとプチバーグ、いやプチバーグ説ある。でもとんかつだったと思ったけど、どっちだろう。ハートありがとうございます。スクショタイム。まだ地味にみきちゃんの配信つけながらやってるっていう。紫のサイリウムいっぱいだ。誰かを探している、もし言葉しゃべったら何を話すのだろう。緑のサイリウムありがとうございます。みおちゃんのダンス配信好きだって嬉しい。いつも不安になる、ダンス配信するとき。いつも不安になっちゃうんですよ。裸足で踊ってる。踊りやすいよね、裸足の方が。踊りやすいんだけど、足の裏が傷ついちゃう。ハートありがとうございます。緑のサイリウムありがとうございます。紫のサイリウムありがとうございます。ハートありがとうございます。みおちゃんのダンス配信しかかと、やった。誰かを探している。なんかレッスン場でダンス配信してみたい。お家踊りにくい。レッスン場でやってみたいな。ハートありがとうございます。スクショタイムは後で時間を取ろうと思います。誰かを探している。そもそも事務所に行くことがないって。できてでててん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 。でもレッスン上でダンス配信するならみんなでやりたい。みんなでやりたい。リハブイみたいな。定点 DVD 焼けました。見てないけど焼けました。わかんない、レッスン上で配信ダメとかはちょっとわかんないですけど、やってる人見たことないので。
え、みんなでやりたい。まあ入らないと思うから、全員は、まあ、数人でレッスン場で踊って配信するっていう。よくない？公演できないならね、それ OK にしてほしい。むしろ SKE の公式のやつでやるとかね。ランダムに曲流して踊れるか、え、めっちゃ楽しそう。それいいじゃん。どんどん踊れないけど10期、ね、10期で一つの配信をしてみたい。誰かを探している。公式チャンネルにみおちゃんは出ないの？存じ上げません。新世代以降は円盤化はないの？存じ上げません。もし言葉しゃべったら何を話すのだろう。時々踊ったことないんですよ、実は。難しそう。4月で解約しようと思います。ミオ出たことない。もし言葉しゃべったら。レッスン上の壁に落書きしたのミオちゃん。すごいですよね、あれ。メンバーの皆さんの身長がめちゃくちゃ書いてあるんですよ、壁に。すごい。何センチ、何月何日とか、2017とかね。ジュリさんの卒コンのおきどきは踊ってないので、あれは歌うだけだったから。おきどき踊ったことない。でももうね、コンサートとかあったら踊りそうだけどな。まだ一回も踊ったことないです。踊ったことない曲ね、結構ありそう。誰かを探している。前のめりも踊ったことない。不器用太陽もない。ごめんねサマーもない。鹿児島の瀬戸利は何にも知らないです。一つも知らない。そういうのってね、何週間前とかにやったりするから何にも知らなかった。あのフリーではないので、アンダーとか自分で覚えるから。だからね、踊ったことない。あ、あと1ヶ月後で誕生日なの。20歳やり残したことは、なんだろう、たこ焼き配信かな。多分去年からやるって言っててやってない。いやー、この期間にできるじゃできるんだけどね。材料いっぱい買わなくちゃ。意外にマンゴーは踊ったことあるんですけど、フリーでしてちゃんとフォーメーションもついてやったことあるんですけど、結局披露しなかったんです。コロナでなくなっちゃった。ネモハも含めて一番大変な曲はネモハも。一生やらなそう。やります。覚えてるからちゃんと。覚えてるんだけど結構大変じゃない、準備。それでちょっとね、何が大変かっていうと、まず画角が大変で、次準備が大変。材料結構いっぱい買わなきゃいけないでしょ。で片付けが大変。
これがたこ焼き配信です。星ありがとうございます。ハートありがとうございます。それ覚えてはいるんですよ、ずっと5000人記念で。あ、確かにね。まあせっかくならね、この期間にやりたいですよね。お仕事がない間にね、もっとめんどくさくなりそうだから本当が見られたはずのやつどっかで見たいだって。どっかでやりたいよね。その中にも無意識があって、だから無意識披露できたの嬉しかった。フラストレーションもやったんですけど結局披露できずで。フラストレーションは苦手なタイプだった。私苦手でした。結構立ち位置が大変で。意外にマンゴーも結構大変だった。片付けは任せたいんだけど、メールの返信にたこ焼き愛しって毎回書こうかな。いじめないよ。覚えてるんだけど、片付けまで配信したらやっぱ映せないよね。お家画角が無理だよね。不便なんですよ。服ありがとうございます。それはフラストレーションめちゃくちゃ難しかった個人的には。そう、前ね、昔やったたこ焼き配信の時と違う新しいたこ焼き器があるんですけど、一回も使ったことない10個だけ作ろう。10個作るならいっぱい作るわ、せっかくだから。1年に1回ぐらいしかしないだろうから。横ありの捨て取り覚えてないな。あ、知らない。横ありの捨て取りは聞いてない、一つも。え、わかんない。そうだった気がする。意外とねギリギリに練習するので。膝は痛くならなかったフラストレーション。あ、まあ、そんなに練習できしてないっていうのもあるけど。名古屋でたこ焼き買うよ。なんかみんなたこ焼き屋さんのあれ好き、みたらし団子。え、たこ焼き屋さんにみたらし団子悪くない？あれ好きです。え、ないの？大体あると思ってるんだけど、そんなことないのかな。たこ焼き屋さんにね、あるみたらし団子がめちゃくちゃ美味しい。なんか焼きみたらしみたいな。みおは、あれやりたいですね。年末公演もう一回やりたい。えみはたこ焼き屋さんのさ、えみたらし団子わかるよね。あれ好きすぎてなんか毎回買いたくなっちゃう。ないとこもあるけど、いや大阪にはない。みおが大阪で見るのは回転焼きと一緒に売ってるやつやけど、なんか名古屋で見たら結構ね、みたらしと一緒に売ってるとこ多いからいつも買っちゃう。なんかね、たこ焼き屋さんのみたらし団子めちゃくちゃ美味しくて、なんかちょっと焼いてある感じ。おすすめです。そう、みはたこ焼きよりお団子が好きですたこ焼きよりお団子が大好きです。永遠にアゲインしてほしい。永遠にアゲインしたい。みもたこ焼きは何でもいいですね。
タコが入ってるやつかな。おすすめ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんかちょっと違うんですよ、普通のみたらし団子とは。なんかいいとこのみたらし団子って感じ。そう、ちょっと焦げてて、なんか外で食べる食べ歩きのみたらし団子みたいな感じがします。たい焼き食べたい、なみよ。たい焼き好きだから。でみよは家で作るたこ焼きはキムチチーズが好きですね。なんかチーズ美味しいんだよね。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様です。こんにちは、こんにちは。食べたい食べたい食べたい。今日は本当に偉いと思う自分。いつもいつもぐらいだけど爆食はしなかったから偉い。メールの揚げ餅食べてみた。揚げ餅ってなんであんな美味しい。なんか大学のさ、大学の中にあるコンビニに揚げ餅があったんだけど、めっちゃ美味しい。揚げ餅美味しい。あれは京都だけどね。写真は初見です。初見さん、こんにちは。シャチホコ焼き、気になる。あるところに、どこ愛知県のあるところ、どこ。あっこにありそうだね。名古屋城。フォローしました、フォローありがとうございます。まあ今日チョコも食べたんですけど。聞いたことない声。そんなことない、いつもこの声だ。回転焼きは今川焼きみたいな感じのやつです。てか一緒です。冷凍のね、今川焼き昔よく食べてた。シャチホコ焼き気になるから調べよう。シャチホコ焼きって調べちゃった。焼きって言ったら焼きって出ちゃう。遊びに来たよ、遊びに来てくれてありがとう。読めないところにあるね、シャチホコ焼き。すごっ。でもなんか遠いところにある市長区野球。はい、伊藤美希でも見よう。あ、今君やんおもろい。みよちゃんのダンスが好きだけどみきちゃんのダンスも好きってコメントしてる人いる。ありがとね。コメントできないのよ、ログインしてないから。何も言わなくても心が通じているよ。面白い。で、感情入っちゃってんのよ。公園見てるようだ。もんでもわかるよ、自分が踊ってるやつだから。このままあれに行きたいね、ダウト。ダウトはやらないんだろうな。
ったそれだけでも冬の足音さえも幸せだと。ダウトの最初のとこ見よ、めっちゃ好き。ミクルと石津のなんだっけ、忘れちゃった。ダウトダウトじゃなくて、やばい忘れた。めっちゃ好きなのこれ。自分だだだだだ、忘れちゃった。あ、ダートダートダートだ。ダート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 、やばい忘れちゃった。ダートダートダート、え、ダートダートダート、なんだっけ忘れちゃった。本当に忘れた。あのイントロの出だしの歌のところめっちゃ好き。やったことないんだけど、いいなーって思いながら。あなたが好きな自分だ。遊びに来たよ、来てくれてありがとう、お疲れ様です。みおちゃんしか見てない、知らんけど多分不安なのよ、不安なのよ。自分騙してる、そう、今君は笑っちゃうの、リハーサル面白すぎて。忘れるところも可愛いよ、てへ、忘れちゃったとかね。油ゼミ思い出すのとこ、何考えて歌ってるの。もちろん油ゼミ思い出しながら歌ってますよ、頭の中でミーンミーンって言いながら歌ってます。最初から遊びに来てるよ、だって最初から遊びに来てくれてありがとう。自分騙してる、あ、みみみじゃないの、え、みはなんて言ったっけ。そう、油ゼミみーみーって言ってます。セミ苦手、めちゃくちゃ嫌い。みきちゃんみおの話しかしないの、彼女じゃん、だって。え、彼女だったの、最近思ってたんだよね。なんかみきちゃんとインスタライブコラボしたいねって話してて、するね今度、みおの気分でいいよって言ってくれたんだけど、全然いつでもやる。セミが部屋に入ってきたらどうする。泣く。セミには優しくなかった。優しいよ、この世界に生きているすべてのものにミオタンは優しい。今度っていつだろう、そこ触れられちゃった。まあこの公演が始まるまでのこの ゆったりとした期間に配信コラボしたいなって、コラボ一緒にインスタライブしたいなって。でもね、ミオは見れてるのよ、見えるの。そのインスタライブをミキちゃんとするじゃん、じゃあなんかエフェクトで遊んで終わるっていうのが見えてるんだけど、ミはいつでもやりますインスタライブ。見えるでしょ、2人でエフェクト でただただ笑って終わるっていう配信なんか想像つくんだよね。
おもろい。たこ焼き配信が先かコラボ配信が先か。余裕でコラボ配信が先。ちなみにたこ焼きは、じゃあ目標、たこ焼きは2月中にやる目標ね。これ言い切ってないから目標。事前にエフェクトやっとった方がいい、一人で配信で。そう、2月中にやるのが目標ですね。たこ焼きのねハードルは高いのよ本当に。配信なしだったら全然できるんだけど、配信するってなるとちょっとハードル上がるので、まあ困ってます。宣言ではない、あ、2月中にやりますではない、2月中にやれたらいいなっていう宣言です。今インスタライブはやると思うよ。初めからこっそり見てたけど楽しい配信ですね。だってこっそり見てたんか。何年の2月中、今年の2月です。拡散していいですか。あ、しなくて大丈夫です。私がやるときに拡散してもろて。そう、やれたらいいよねみたいな感じで。配信なしだったら全然陽気、食事火災報知器は全然大丈夫。あの部屋がね遠いから大丈夫なんだけど、キッチンの近くでやるとなっちゃうんですよ。タン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 、ふう、好きだ、あーあー、トゥ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 、なぜか頑張れて声をかけたくなった、少し離れてる、では僕に。あ、節分だ、2月2日節分だよ。知ってた、忘れてた。え、恵方巻き食べよっかな、せっかくだし。何してんだろう2日自分、忘れてた。でも恵方巻き食べるのはゆっくり食べたいから時間かかるから、豆投げる配信、カメラに向かって豆投げる配信。え、なんかさ限定のさ、この周りが鬼とかになったらいいよね。この今は東京の街みたいなやつじゃん。あ、今ライブ会場みたいな絵だから、ここが鬼になったらいいな。あ、え、3日なの、やられた。2月2日じゃないの。鬼のコスプレはないのよ。あ、3日だって、2日だと思ってた。いや、小学生の時からずっと間違えてるんですよ。ずっと2月2日って思ってて生きてきて、なんか毎年間違えちゃう。なんで去年も間違えたんですよ。去年も2日だと思って、あ、恵方巻きの話を姉ちゃんとしてたら3日だった。毎年間違える。去年は2日なのなんかわかんないんだけど、ミオはあの生まれた時から今までずっと2月2日は節分って思って生きてきた。したらね3日だって。なんで去年は3日じゃないの、それもよくわかんない。なんかさ、恵方巻きと一緒に食べるお味噌汁みたいなやつあるよね。団子のやつ。わかんないけど、団子のなんか、なぜか頑張れ。
え、団子汁っていうの？そのまま？あれ？みよんちだけこれ。緑のだるま、ありがとうございます。君も遠くで思うだけか、あの頃の君を見つけたんだ。メイクめちゃくちゃうまくいった。最近毎日油分で使ってるんですよ、実はこのミオが。毎日油分で使って眠ってる。思うだけか。これさ、初めてミオがここの歌割りってなった時に、あのお風呂でずっと歌ってた。思うだけかーってずっと歌ってた。自分は歌えないと思ってたから。あ、それイワシのつみれ汁ってやつを食べてます、あの実家では。ハートありがとうございます。静香ちゃんかよ、どんなツッコミ。お風呂入るようになったんだね。お風呂はあの毎日入ってるんですよ。通りで顔色いい。あ、本当に関係あった。お湯浸かるのと湯船の温度は44度です。入浴剤はね入れてないんですけど、入れてみるのもあり。ハートありがとうございます。同じフレーズリピートしがち。そう、昔から癖ですね。そう、季節を大事にするにしーけなのでちゃんと食べてました。お風呂入るようになってますます可愛くなったね。だって毎日入ってるんですけど、お風呂入ったら可愛くなれるんか。あ、シャワーは41度で、湯船に浸かるやつは時は44度です。なんかね、物足りないんですよ、41度じゃ。冷たい、むしろサブってなるから。44、夏は42。思うだけか。まあ多少暑いですおすすめは43度だけど、なんかなんとなく44にしてます。あ、でもお水は絶対持っていきます。お水と携帯は絶対持っていく。で、お水をバーってめっちゃ飲みます半身浴ここまで入る。サウナ強くなった。昔はね苦手だったんですけど。暖房は23度か22度です。44度で30分入ります。だいたいね30分入って眠ります。眠りますじゃない、上がります。スマホ1回だけ落としたことある。2回ぐらい落としたことあるけど、なんか iPhone って乾いたらね治るんですよ。でも iPhone は塩水には弱い。思うだけかで、でもこの3日4日5日ぐらいは暖房つけてない。そんな寒くない。お風呂では寝ません。寝たことはあるけど過去に、このお家では寝たことない。あの頃の君を見つけたんだ。友達がね塩水何回もつけてるところを見てるので
そう、ダメです。塩水はダメです。今も暖房なし。そう、なんかさ、ここ数日暖かかったよね、マジで。かわいいだって、かわいいだって。あ、ありがとう。iPhone はね、塩水はダメです。思うだけが。何時だと思う今。ミオの予想は8時にショールーム始めて、ミキちゃんの配信を見てたのが8時40分ぐらいだから、9時15。あっ、9時20分半だった。やば、終わろびっくり。スクショタイムして終わる。最近涼しくてめちゃくちゃ嬉しかった。涼しくない、あったかくてめちゃくちゃ嬉しかった。くしゃ、こんな配信してると思わんかった。ハートありがとうございます。思うだけが可愛いだって。嬉しい。今日は優しかったですでしょ。今日も優しかったですってツイートしてください。今日もみおたんは優しかったです。今日もね、間違えちゃダメ。間違えてわーとか書いちゃうと絶対ダメだよ。今日もみおたんは優しかったです。違和感しかありませんでした。おかしいでしょ、違和感おかしいでしょ。ペットと一緒に。え、来週末は雪マークだって。泣ける。雪マーク見ただけでみお泣けるんですよ、雪嫌いすぎて。今日ねギルドバトルがあったんですけど、7時にね、めちゃくちゃ接戦で悔しすぎて泣きそうだった。なんか気づきないなんだな自分って思う、改めて思いました。自分で言ってて恥ずかしくないですか。事実なので全然恥ずかしくないです。負けちゃったんですよ。めちゃくちゃ接戦で、もう本当に今までで一番接戦で、で最後にねドラゴンが出てくるんですけど、一緒に出てきちゃうぐらい接戦だったんですけど負けちゃった。いや本当に悔しくて泣いちゃいそうだった。かしゃ、あんなにドライブの配信があるまでやってなかった人がやってなかった人がこんなに悔しい思いをするとは。坂さんに教えてもらうまで全然やってなかった人がやってたんですけどね。そう、なんかギリギリで負けちゃうっていうのが嫌で、なんか圧倒的に負けちゃった時は、まあ、次頑張ろうみたいになるけど、ギリギリで負けちゃって悲しかった、悔しかったですあの配信は大きかったですね、私の第一歩。かわいいギフトありがとうございます。そう、勝てそうで負けちゃったから悔しかったです。服ありがとうございます。緑のサイリウムありがとうございます。それが人生なのだよ、ありがとうございます。受け入れます。人生とは幸せとは。目腫れてないでしょ、こぼした。このあと10時から回るので10時15分ぐらいから頑張りたいと思います。終わります。
ありがとうございました。で、振ります。怖い配信はやりません。ありがとうございました。